はい、どうぞ。はい、君の会です。よろしくお願いします。ですね、金曜コードっていうの知ってますかね。なんていうんですかね、文部科学省の前で朝鮮学校の生徒とか、まあ朝鮮学校の卒業生とか、まあ朝鮮学校の支持者とかが集まって、朝鮮学校にも無償化対象にしろっていうのを、まあ騒いでるっていうか、まあ差別だなんだって言ってる人たちなんですね。で、僕たちが仲間外れしないでとかいうようなことを言ってるんですけど、でもなんとそれ、もともと仲間じゃないと思うんですよね。その朝鮮学校の人たちっていうのは、僕はその少なくとも友達じゃないと思ってますよ、それ。だって、拉致してるんだって、まあ、北朝鮮が拉致して、日本人拉致して、それも、朝鮮学校っていうのは片棒担いでる、人、まあ、人間もいるんですよ、朝鮮学校の中には。で、その、朝鮮学校の校長があって、で、なんていうか名前はちょっと忘れたんだけどね、その日本人拉致の実行犯がいるんですよ、朝鮮学校の校長だった人物に。で、1980年に宮崎の青島海岸で原忠明さんかを、まあ、拉致した実行犯なんですよ。その、なんだ、その朝鮮学校を務めた校長が、朝鮮学校ってそういう学校なんですよ。でね、なんでね、そういう人たちはね、朝鮮の無償化にしろっていうね、騒いでる人たちはね、朝鮮学校とそういう、なんだ、拉致の実行犯のことをね、まあ、そのことはなぜ、だんまり決め込んでるんですかね、それ不思議ならないんですよ。金だけ無償化して、まあ、朝鮮学校に補助金入れろっていうのは、ちょっと矛盾した行為なんですよ、それ。片っぽで、まあ、拉致した人物が朝鮮学校の中にいて、それで朝鮮学校も、まあ、無償化にしろっていうのは。でね、まあ、朝鮮学校と、学校とは名を付いてるけど、それは日本の、なんていうかね、なんて表現したらいいんですかね、日本の文科省のね、まあ、日本の法律の下でね、動いてる学校じゃないんですよ、朝鮮学校っていうのは。まあ、日本のなんか、その、教育指導っていうか、から外れたことをやってるんですよ、北朝鮮の将軍様を、まあ、崇拝する教育とか、まあ、反日教育とか、そういうことをやってる学校なんですよ。そういうところに、ね、無償化にするっていうか、税金投入するってのはね、ちょっとおかしいですよ、絶対間違いなく。でね、まあ、メディアはね、多分こういうことをね、日本、差別だ、ヘイトだって言うんだけどね、これ絶対これはね、絶対違いますよ、メディア。まあ、メディアはね、どっちかっていうと、まあ、北朝鮮寄りの学校寄りの人たちも、まあ、多いんだけど、それはまあ、なぜだかっていうと、まあ、あえて、まあ、ここでは言わないけど。で、だからね、絶対ね、こういうね、メディアの人にはね、騙されないようにお願いします。以上になります。ありがとうございました。